通っていた高校の最寄り駅にあるケーキ屋さんを訪れた白井さん。全部美味しそう。ナプリンもいいです。併設されたカフェで4つもスイーツを食べちゃうなんて贅沢ですよ。あ、はい、あれ、あれ桃来た。あ、どうやら佐久市の偉い方をお待たせしているようです。はい、皆さん、佐久市長さんでございます。よろしくお願いします。いきなりですけども、ここでね、ちょっと市長にお時間いただいて、ちょっとお話なんかをね、佐久の魅力について伺っていきたいと思うわけですけども、ね、ご無沙汰しております。久しぶりで、久しぶりです。お会いさせていただきました。1年ぶりぐらいですかね。うん、そうですね。大変ご活躍で。いやいや、とんでもございません、そんな。今回は、あの佐久市を、はい、いろいろ巡ってまいりまして、まあ、それこそ本当に僕の実家から始まって、あと母校ですね、野沢南高校に行ってきて、でも変わってないんじゃないですか。あ、南高校は変わってなかったです。はい、あの、逆にその僕小中と、あの岩村田小学校と浅間中学校なんですけども、両方ともやっぱ校舎新しくなっちゃってたんで、それは大きい出来事ですね。そうですね。で、岩村田小学校も2つに分かれて、そうですよね、分かれたんですよね。もともとあったのは、皆さんの頃っていうのが大きかったんじゃないですか。たくさんいたんじゃないですか。たくさんいたと思います。はい、生徒も。あの課題希望校って言われてですね、あの大きすぎますよっていうのを県教育委員会からも、あの文科省からも注意をされて、もう大きすぎますよ。校舎がってことですか。いやいや、子供が多すぎですよと。へえ。だからその今ね、子供少ない、人少ないって言ってる中で、山田はうんと多く。あ、増えてるんですか。あ、素晴らしいじゃないですか。ちょっと。それで。だから、あの生まれて小学校の最後の方は、運動会は、あの着席禁止なんですよ。スタンディングで。そうそう。場所を取って座っていると場所がなくなっちゃうので。あ、なるほど。そんなに。お父さんお母さんと子供が、あの一緒にお昼食べられないとか、お弁当食べられないとか、多すぎて。ですので、もう課題規模校ですよということであって、だから100、あの、なんか、かけっこでも用意ドンっつってゴールする前に。